全然大丈夫。分かってんだよね。いいよ。全然じゃ、それ消すよ。じゃあ今日のゼミの意気込みをカメラに向かってお願いします。はい。ドライタイム前なので、皆さんを綺麗にできるように、しっかり練習していきたいと思います。お願いします。いっぱい練習したので、頑張ります。モデルとかでいっぱいやらせてもらったので、練習頑張ります。ことになります。そうすると、保湿っていうのを重点的にやっていただいて、摩擦を避けていただくということになりますので、赤みが出たりっていうことがありますので、あ、かしこまりました。よろしくお願いいたします。いけます。全然順番的には、まあ、挨拶、はい、ホットペッパーに、本日担当させていただきます、川野です。よろしくお願いします。本日レディース結婚式の、あ、そうです、ありがとうございます。結婚式の前とこれから準備させていただきます。はい、お願いします。何かご不明な点や不安な点はございますか？かしこまりました。ありがとうございます。ではこちらで準備の方させていただきます。カウンセリングからカウンセリングからです。撮ってる？撮ってる？始まりますよ。始まりますよ。カウンセリングからアフターケアまで45分で、よーい、スタート。レディースセービング4900円。お間違いないですか？大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと、取ってしまいますので、お肌のバリア機能が一時的に低下することになります。ご説明が最後になるか、それ以上で最後になりますが、何かご不明な点や不安な点はございますか？大丈夫です。ありがとうございます。それでは早速準備させていただきます。よろしくお願いいたします。BGM とか必要かね。歌ってください。天使となんだっけ、歌ってください。と地獄流す、歌ってください。一応タオル、頭痛くないですかって言った方がいい。頭痛くないですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。和装ですか？和装です。嘘、洋装です。洋装ですか？はい、の方が出てくるね。かのこさん、はい、今日は講師として来ていただきましたけど、はい、指導する時のポイントは何かありますか？はい、そうですね、ポイントは、やっぱりマニュアルに沿ってるかっていうのと、やっぱ新しい1年生なので、ちゃんと正しい会社にあるマニュアルに沿ってるかっていうのを重要視してます。ああ、ありがとうございます。はい、プラスやっぱ緊張すると思うんですけど、習ったことができてるかっていうのもチェックしてます。女の人の顔ってめっちゃ小さいな。いい肌シェイブしてる。はい、はい、待ってます。めちゃめちゃ指を引っ張るというか、こう指に沿わせるとか、こう右側からお下げします。抵抗する人でないかな。はい、ありがとうございます。洋服も汚れない。あと何分？あと6分です。あと6分だって。やべ。じゃあ、この辺前やっぱり近い方がいいかなと思うんですけど、どっちがいいですかって聞くと、答えやすいと思うと、これと思ってる時に、あ、そうそうそう、剃ってる時に眉毛すごく落ちない、その柔らかい優しい印象なので。お疲れ様です。遅くまでありがとうございました。お集まりいただいて、投票を軽くさせていただくんですけど、見てて全体的に思ったのは、クレンジングの時のなんか手のちょっと滑らかさが、繰り返しやってすごい滑らかになると思ったけど、マッサージとかエステで受けるイメージで、こう手の触り当たりとかを意識してやってあげると、クレンジングの量が少なくて摩擦が強くなったりしてるなっていうイメージの子とかもいたので、マッサージしてあげるようにやってあげるともっといいかなと思いました。あと歯当たりが
ちょっと強いかなって思う子は、こうレザー持った時にこう親指めっちゃしっかり押し付けて持っちゃうと歯当たり強くなっちゃうから、ちょっと人差し指抜いてこうやってあげて、歯当たりどうしても強くなっちゃう子はやってあげると歯のあたりが軽くなっていいかなって思いました。以上です。あとは最後に見せるときにどうですかじゃなくて、すっごい明るくなりましたよっていうポジティブな感じで、こう上から上からっていうか、すごい下から行くとお客様ってすごいこの子不安になってる、あちゃんと見なきゃってなっちゃうけど、私は絶対にお客様を不安にさせないようにっていうのがポリシーだから、すっごい明るくなりましたよ。今赤ちゃんの細胞が出てきたばっかなので、悪いもの入れないようにしてくださいねっていう、女性の母性をくすぐらせるような言い方をすると、すごくお客様って喜んでくれるし、あ赤ちゃん細胞出てきたから悪いもの入れちゃダメなんだっていう、そのイメージだけですごく分かりやすいと思う。アルコール使わないで、パラメン使わないでなんて、カタカナを並べるのもすごくいいけど、あの赤ちゃん細胞出てきたからすごくしっかり保湿してくださいねっていうだけで、その一言だけでもいいから、あの先輩方、あの3番の時はその一言だけで大丈夫です。プロなので気持ちが乗ってないと、正直マニュアルでこのまま突き進んだらどうなるかっていうと、まあ、ただのロボットになっちゃうのかなって。私たちはやっぱり心ある人間なので、プロとして心を込めて、その目の前のお客様をちゃんと満足できるっていう、満足してもらう、いい意識にしてもらうって気持ちで、そういう気持ちで取り組むようにしてください。項目が一つでもなくなるように自主練をこれからもよろしくお願いします。じゃあ終わり？ありがとうございます。じゃあ解散です。練習いっぱいしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。予選社員多数在籍、いっぱい休めてがっつり稼げる、仲良く楽しく熱く働けるヒロ銀座で待ってます。